頑張ったね。ムービー？はい。ムービー。ムービーなの？ムービーです。動いて動いて。ムービー。最近のムービー。頑張ってるよね。これって別にコンロとか使わなければここで飲み食いしてたもん。あの火だけちゃんと消せば、あの5時、6時、5時半とかまでだらだら。あ、そうなん。じゃあ今日あの。じゃあちょっと私あのインテリアしてください。ネットで長岡みどりに誘われてきたんですけど、駒場公園って検索しちゃう。駒場の公園バーベキュー、2ヶ月前にアポ取んなきゃいけないとか、幹事の人がプロ様ですってその感謝をしてきてて、でゴミは各自持ち帰って書いてあるんですけど、ゴミ袋も持ってきてて、幹事の人は感謝しつつ参加をさせていただきました。先生より可愛いよね。そうそう、可愛いよね。ありがとうございます。なのでありがとうございます。だって小田切さんはだって今日が晴れかどうか分かんなかったんだよね。2ヶ月前にだってこの件整理券2ヶ月前に朝8時半に来て、でみんな並んでるわけですよ。10人とか20人とか30人とか。そんな何人だ。最近ね人気があってやったら多いんですよね。でそれで抽選番号をもらって、で何番だっていう中でいつにしようって日付バーって見ながら、この日って言って、でも晴れるかな、わかんないよ、わかんないよ、でもいやまあいやって。そういう家計とかすごいなと思って感謝してます。最近ずっと晴れてるよね。最近ずっと晴れてますよね。でも2ヶ月先の天気って読めないじゃないですか。もうだから晴れ男なんだよ。さすがに6月のなんとかってやめますけど。大丈夫。この方はすごいなって。雨だからね。ちょっと雨だからさすがに4月の20日以降。いや、そのさ、天気もどうだけど、ゴミ持ち帰るとか、ここまで調べてくるとか思うんだよ。そう、奥様がゴミ回収に来てくださって、うちが近所なんでちょっと持ち帰りますってあの断ってきました。以上。ありがとうございます。ほな、みんなが持って帰ってきたら大変だもん。大変だね。前はね、時々ね、さあ4時、3時半から燃やすぞ、一気に燃やすぞ、30分で燃やしていくぞって言ってましたけど、燃やしたよね。ちょっと今日は人数が多いので、非常苦しだった。ああ、大変だね。あれなんか電気のエネルギーに変えられればいいんだけどね。それもいろいろ考えたんですよ。薪を燃やす、熱が出る、熱でスターリングエンジンを回す、スターリングエンジンを回してオルタネーターを回す、で電気ができる、で充電器貯めるとか。熱の温度差があればスターリングエンジンは動くので、それはいいなと思ってるわけです。スターリングエンジンって概念機関エンジンってのがあるんですよ。なんか熱があるところにペタッとくっつけると、熱とシリンダーの中の温度差で機関が動くっていう。ああ、ポンポン、うん、ポンポン、ピストン運動するんです。それが回転運動になって、それを、発電機につけると電気が起きる。でもみんな言わない。電気利権があるから。オルタネーターって、ね、要するに体についてるから、オルタネーターで電気を起こせば電気を使う。パソコンでも充電しやすいですね。まあまあな電力使うよ。うちの主人が昨日ドラえもんのポケットで何か欲しいって言ったら、何が欲しいって言ったら、私はどこでもドアが欲しいって言ったら、でもそれは政治とか国のいろんなことで科学が発達してもそういうことはできないって言ってました。どこでもドアって言ってビザが取れなかったら出た瞬間に逮捕されるんだよ。どこでもドアって言ったら暗殺とかいっぱいしてるからできませんって言われました。どこでもドアって言ってホワイトハウス行ってって帰ってくる。ほら、同じだよ。そういうのが知れるから実際できたとしても多分販売はしないと思いますって言われました。はい、なるほどね。
それとオルタネーターかな。いや、オルタネーターじゃあね、スターリングエンジンは利権が絡むと、あ、それを大きなしたくないやつがいっぱいいるわけです。巻き燃やして電気ができちゃう、そういうあれなんですよ。まあ、要求にお金になるってことですね。それでそれにぶら下がってくるやつがいっぱいで、結構いっぱいですね。違いすいません。例えばね、そのトラックの、乗ってる人の業界団体があるわけです。トラックが乗ってる人、トラックを仕事してる人の業界団体があって、議員に圧力がかけられるんだけど、バイクに乗ってるやつらは議員に圧力がかけられない。バイク乗ってるやつは票にならんから、トラック乗ってるやつらは票になるから、土建屋だから。ノートさんね。いや、もう、あ、赤にします。すみません、気づかず。